翔平の実力は比べる次元ではないね。こう語ったのは大谷選手と同僚となるムーキー・ベッツ選手です。ムーキー・ベッツ選手がアメリカテレビに出演し、大谷翔平選手がドジャースとの契約が決まったことに対しコメントしました。その他にも MLB のレジェンド投手カーショーが大谷翔平選手を称賛しています。ドジャースと10年契約を結んだ大谷選手が日本時間15日本拠地ロサンゼルスのドジャースタジアムで入団会見に臨みました。会見場には日米だけでなく台湾のメディアも訪れるなど約150人の報道陣が集結。全米のみならず世界中の注目を集めました。ドジャースのレジェンドカーショーも大谷選手を称賛していますが、実は過去には大きな因縁があったようです。果たして2人の間には何があったのでしょうか。また超大物の獲得にチーム内は盛り上がりを見せているようです。そんな今回は大谷選手の移籍に関する様々な反応をご紹介します。ドジャースの選手はもちろん、古巣エンゼルスの選手からの惜別の声、さらには NBA のチームも反応を見せています。ぜひ最後までご覧くださいませ。ドジャースの選手たちが喜びの声、全てにおいて規格外の FA 移籍となった大谷選手、来季は打者専念という状況であるものの、2度の MVP という実力者の加入はドジャース選手たちを興奮させています。昨季24セーブを挙げた守護神フィリップスはネットラジオ番組で、ブルペンとチームのグループチャットも大盛り上がりだったと証言。翔平がグラウンド外で球団にもたらす収入や全体への影響を考えれば、記録的な契約はふさわしい。彼が我々の味方になってくれて嬉しいよ。これからの10年間は楽しくなるだろうとコメントしています。チームの正捕手で新女房役となるウィル・スミスも大谷入団が決まった瞬間の心境を明かしました。昨日は本当にクレイジーな日だったよ。みんなが彼の決断を今か今かと待っていたと振り返り、発表を聞いた瞬間は家にいた。 ESPN の速報をスマホで確認してもう興奮したねと話しました。バッテリーを組むことになる大谷選手については、素晴らしい能力を持った選手が加わってチームが強くなるということは楽しみだしエキサイティングだ。彼は球界の最高の選手、僕らは彼の加入で確実に強くなった。彼と一緒にプレーする来季を楽しみにしていると話しています。スミスは今年のオールスター戦前に大谷選手について、彼は最高の選手だ。当然ながら彼はエリートで最高の投手かもしれない。投手大谷との対戦は難しい。打者大谷は失投を許してくれない。抑え方は存在するけど完璧にやらないといけない。彼はコースを制限させることがうまいので対戦は楽しくないねと手放しで称賛していました。当時ドジャースに移籍するという噂が流れていた時には、そうだといい、そう祈っているし実現すれば素晴らしいことだ。ドジャースはワールドシリーズ制覇を目指している。翔平大谷を獲得できればその可能性が増える。 FA でもトレード期限でも彼を獲得できればいいと願いを込めていました。そして9日大谷選手がドジャースへ移籍することが発表されると、興奮したと発表の瞬間の心境を語ったスミス。バッテリーを組むのは再来年以降になりますが、念願のバッテリーとなり大谷選手と共にどのような活躍を見せてくれるのでしょうか。またドジャースで背番号17を背負うことになった大谷選手、これまで17番をつけていたジョー・ケリーはこの番号を譲るつもりはなかったそうです。ケリーが背番号17を譲った理由、ドジャースの中継ぎ右腕ジョー・ケリーが13日ドジャースタジアムでの球団イベントに参加し、大谷選手に背番号17を譲った理由を語りました。名誉なことだよ。実は誰にも背番号17を譲るつもりはなかった。学生時代からずっとつけてる愛着のある番号だから。でも彼はこのまま活躍を続けて殿堂入りする男、番号を譲ってその17番と別れを告げることができる。最近大谷選手と会う機会があったそうで、サンキューと感謝してくれた。素晴らしい人柄だし一緒にプレーできることにワクワクしている。彼はすでにトレーニングに励んで手術した腕の調整も良さそうと語りました。譲ったことで大谷選手からのご褒美はリストがあると笑わせ、何をリクエストするかはノーコメントとのこと。ドジャースは全米でも屈指の人気球団、K
ケリーは大谷選手について今後聞かれることが多いと思うがと問われ、選手によってメディアへの対応の仕方は違うと思うが、自分はキャリアを通じてメディアと話してきたし、ボストンに比べればロサンゼルスはリラックスできると笑わせ、1週間に一度なら翔平の質問を聞くよと語っています。ドジャースと1年約11億3300万円で再契約を結んだケリー、背番号は17から99に変更となります。優しさと熱いハートを併せ持つケリーは今季どんな投球を見せてくれるだろうか。ムーキーベッツテレビでのコメント。ムーキーベッツ選手がアメリカテレビに出演し、大谷翔平選手加入に関してコメントしました。ベッツ選手は以前よりメディアで、翔平は良い選手だ、だけど翔平は一人しかいない、ドジャースに来るなら大歓迎だとコメントしていました。さらにマイク・トラウト選手との対談で大谷翔平選手を絶賛していました。 WBC 決勝でのシーンの話になり、160キロのカットボールなんて見たことない、トラウト選手に、大谷はどんなルーティンをやってるんだ、マシン打ちはどのくらいするんだなど興味津々に聞いていました。そんな大谷選手がドジャースへの移籍が決定し、翔平がドジャースに来るなんて夢のようだね、ピッチャーで10勝もしながらホームランも44本打ってホームラン王になってしまうなんて考えられないからね、本当翔平の実力は他の選手と比べる次元ではないからね、それほどの存在なので大歓迎だよと答えていました。ジェームズ・アウトマンも大谷を歓迎。日本人ファンの間で早くもイケメンとして注目を集めているジェームズ・アウトマンが米メディアの取材に対し、かなりすごいことになると期待を高めています。2018年のドラフト7巡目、全体224位でドジャース入りした26歳アウトマン、5年目の2022年にメジャーデビュー、初打席初本塁打を放った有望株で、その年の4試合出場を足がかりに今季は中堅の定位置を奪いました。大谷選手の入団が決まった直後、一部の日本人ファンは SNS 上に、これからドジャースファンになる方にはアウトマンっていうめっちゃかっこいいルーキーがいることを知ってもらいたいなどと投稿、早くも話題になっている選手の一人です。ムーキーベッツ、フレディ・フリーマン、大谷選手と並ぶ打線が予想されることについてアウトマンは、ものすごいことになるだろうね、この目で見るのが待ちきれないと語り、春季キャンプでベッツとフリーマンが打っているのを見て、こいつらすげえなって思ったんだ、彼らは我々チームをシーズン通じて牽引してくれた、彼らと同レベルの選手をもう一人獲得できたなんて、見るのがワクワクするね、たくさんのことが学べるだろうし楽しみだと続けたアウトマン、すでに心を躍らせているようです。その他にも反応を見せている選手がいます。ドジャースのギャビン・ラックスが大谷選手、水原通訳と対面し挨拶を交わしたことを明かしました。大谷とは握手をして、水原通訳にも会ったよ、大谷はとても大きかった、隣に立っていたら自分が小さい子供のように感じたね、彼とプレーできることを楽しみにしていると語りました。26歳のラックスは今春のトレーニングで右膝の靭帯断裂でチームを離脱、遊撃手のレギュラーとして期待されていた中での大怪我に報道陣の前では涙を流していました。復活を目指す来季は最強のスターたちと共に活躍をする姿に期待がかかります。専門局 MLB ネットワークのデイビッド・バセイ記者は自身の X で主軸の一塁手フリーマンからメールを受け取ったと投稿。フリーマンはこの日、子供の野球大会を観戦中に大谷獲得のニュースを知り、みんなによろしく伝えてくれ、今日はドジャースファンにとって良い日だとと綴ったといいます。入団会見で愛犬の名前をデコピンと明かした大谷選手、来季のエース候補の右腕ウォーカー・ビューラーは、大谷選手の飼い犬の名前が移籍先と関連しているため伏せられていると報じられていたことから、彼の犬は結局ドジャーという名前だったのか、犬の名前はウォーカーだったらいいな、もうすぐわかると思うけどと当時つぶやいていました。そんな中、ドジャースから FA となっているレジェンドカーショーが大谷選手のドジャース入団への本音を語ったことが大きな話題を呼んでいます。カーショーと大谷の確執、一体カーショーと大谷選手の間に何があったのでしょうか。北海道日本ハムファイターズからポスティングシステムで MLB 移籍を目指した2017年オフ、ドジャースを含む数多くの球団が名乗りを上げ、大谷選手と代理人のネズバレロ氏は、
それぞれ個別に各球団の編成担当者らと面談を行いました。花巻東高校時代から極東スカウトに密着マークを命じ、最も熱心に大谷を追っていたはずのドジャースだったが、結局大谷選手は同年12月にエンゼルスを新天地に選び振られてしまいます。実を言えばそのドジャースとの面談では思わぬ因縁も生まれてしまっていました。その当時大谷選手との面談にドジャース側から参加したのはフリードマン氏、当時 GM だったファーハン・ザイリ氏、当時の監督デーブ・ロバーツ氏、スタン・カースデン球団社長、ブランドン・マクダニエルコンディショニング担当コーチ、そしてクレイトン・カーショウとジャスティン・ターナー、クリス・テイラーの総勢8人ものそうそうたる面々。しかしこの日の結婚記念日を返上してまで駆けつけながら大谷選手の心を捉えられなかったカーショウは、当時の米メディアや MLB 関係者に、限りなく時間の無駄だった、やつは DH でプレーすることを望んでいたから最初からうちは撤退しておけばよかったんだ、などと語って怒りをあらわにしました。そのカーショウはメジャー16年目の今季、13勝5敗、リーグ2位の防御率 2.46 という好成績を記録。しかし今月に左肩の関節上腕靭帯と関節包の修復手術を受け、復帰は来夏までずれ込むと見られています。今オフに生え抜きとして一筋だったドジャースから FA となったものの、自軍所属で FA となる選手に規定額の来季契約を提示するクオリファイングオファーも示されませんでした。これにより MLB 関係者の間では、大谷獲得を目指すドジャースにとってカーショーと再契約するならば2人の関係性が大きなネックになるのではないかとも囁かれていました。この当時ドジャースが属するナ・リーグには DH 制が敷かれておらず、その背景を争奪戦の敗因と捉えたカーショーは憎まれ口を覚悟で大谷への嫌悪感を露骨に示していたのです。ただそのカーショーも実は大谷との過去のトラブルについて、一体いつまでその話を引きずらなければいけないのか、もう何の問題もないと言い切っており、この確執は完全に解消されているようです。そんなカーショーは13日に米カリフォルニア州地元ラジオ局 KLAC の番組ドジャーストークに出演。10年7億ドル契約でドジャース入りした大谷選手について話が及ぶと、こう賛辞を送りました。彼は唯一無二の才能の持ち主、同じような選手は他には誰もいない、また投球できるようになれば誰もが見たがる存在だよ、僕も見たいもんね、だから注目度の高さは理解できる。話題となっている異例の後払い契約、大谷選手の巨額な年俸が一度にドジャースにのしかかるのを避け、チーム強化の面でも動きやすくなるが、カーショーもこの契約がドジャースに柔軟性を与えることになると分析。これからの10年間でロースターを構築する助けには間違いなくなるよねと、さらなるドジャースの補強を予想していました。オフに入って左肩の手術を受けており、来季の前半戦を欠場するのはほぼ確実。カーショー自身は来年の夏あたりに復帰できればいいと思っていると話しています。現在ドジャースから FA となっているカーショーですが、ドジャースとの再契約が最優先である可能性が高いと言われています。ドジャースに戻ってくるのであれば2025年には大谷選手と共に豪華なローテーションを形成する可能性もあります。最終的にどんな決断を下すのでしょうか。元同僚から惜別の声、大谷選手へは古巣エンゼルスの若手から惜別メッセージが相次いでいます。3歳下のサンドバルは自身の SNS に水原通訳と大谷選手とのスリーショット写真をアップし、君たちがいないと寂しくなるよと記しました。大谷選手と試合前のミッキーポーズで話題をさらったモニアックは、楽しかったよブラザーと綴りました。若手保守のオホッピーは自身のインスタグラムで、楽しかったよショーと綴り、ブルペンから大谷アンド水原通訳と一緒にベンチへ向かう写真をアップ。アデルはおめでとう大谷翔平と祝福しました。今季ベンチでは若手選手に惜しみなくアドバイスする姿が映し出されるなど、若手選手に気配りを欠かさなかった大谷選手、後輩たちから移籍を祝福されたことがその証だったと言えるでしょう。その他にも大リーガーたちが拍手喝采を送っています。ミスターレッズこと通算356本塁打のジョイ・ボット一塁手は、店で嬉しくて叫んでしまって店員から大丈夫かって心配されたとつぶやき、ドジャースから FA のキケ・ヘルナンデスは、
床に落っこっちまった顎を治せる会社を誰か知っていればどうか教えてくれ、と驚いた様子でした。ジャイアンツから FA のトレバー・フィルデンバーガー投手は、地球上で最高の選手よ、おめでとう、これからもずっと我々の戦いを覚えているよ、と綴りました。超大型契約、国内外で衝撃、10年総額7億ドルという北米プロスポーツ史上最高額の大型契約は国内外で話題を呼んでいますが、 NBA もその例外ではありません。特に本拠地を同じくして日本人プレーヤーを擁するという共通点を持つ NBA ロサンゼルスレイカーズが大谷選手の移籍を SNS で祝福しています。レイカーズ公式 X に13日に投稿したのは、4年前に撮影された八村選手と大谷選手のツーショット写真。当時レイカーズであった本拠地であるステープルズセンターで、八村が当時所属していたワシントンウィザーズの試合前に撮られたものです。試合観戦に来ていた大谷選手は白い T シャツにレザージャケットの私服姿、八村選手はウィザーズのジャージを身にまとっています。そして八村選手は9日のペイサーズ戦に出場した際に大谷選手について言及し、素晴らしい、 LA で日本人として2人でできるのは嬉しい、会う機会があれば話ができたらいいなと思う、と語っていました。八村選手は NBA のオフシーズンにあたる7月8日ドジャースタジアムで始球式を務めており、大谷選手よりも一足早くドジャースのユニフォームに袖を通していました。同じくドジャースのユニフォームを着用することとなった大谷選手と八村選手によるアップデートされたツーショットが再び見られる日も遠くないでしょう。 NBA レジェンドでドジャースの共同オーナーマジック・ジョンソン氏は、ドジャーブルーを着ることを決断してくれた翔平に心から感謝する。世界中のドジャースファンがあなたがドジャースへの入団を決めてくれたことをとても喜んでいます、と X にアップしたことを伝えました。米スポーツコラムニストのスキップ・ベイレス氏は NBA 最高年俸のレイカーズのスーパースターレブロン・ジェームズと比較し、レブロン、君はハリウッドでトップではなくなってしまった、とコメントを残しています。今回の動画は以上です。今回の件、あなたはどういう感想をお持ちになられましたか？ぜひコメント欄に感想をお寄せくださいませ。また、この動画がいいと思った方はいいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画もぜひご覧くださいませ。